はい、島岸です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は3月の29になります。ということでですね、今日は片栗ってありますよね、片栗を取りに来ました。それをですね、一旦湯がいて天日干しにしてですね、乾物としてちょっと保存しておくっていうですね、動画なんですけども、そのですね、やり方だったりをですね、今回やっていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。ちょっと待って、今何やってんの？お前何ハサミ使ってやってんのね。手で取る。あの片栗って抜けるよね。脱ぐの、うん、抜けるんだけど。そう、脱ぐの、こういう風にこの状態で、これハサミとかで切るやバラバラになる、バラバラになるの、うん、だから脱ぐのこうやって、うん、で咲いてるやつダメだからね。花咲いてるやつダメ、ダメ、あの硬くて、うん、ダメ、まあ、これがギリだな。でもじゃあ咲いてなる方がいい、うん、そう、うん、そうそう、ということなんですけども、これ抜くんですよ、片栗って。じゃないと、根元からですね、ボロボロに、ボロボロになってしまって、こんな風に真上にですね、抜くとこんな風に取れますので、この状態で持ち帰ります。でそれでですね、花が咲いているもの、花が咲いているものは、ダメ、そういうのはダメだね、うん、そうそう、花咲いてるのはダメですね。なのでこれですね、生っていうかこの状態で、お浸しにしてですね、食べると結構ですね、下痢とか起こすんですよ、食べ過ぎると。ですので一回煮こぼします、これを。それで煮こぼしたものを干しますね。もうこういうのはダメだもんね、硬くて。葉っぱがですね、やっぱりちょっと硬くなるんですよね。ですので、小さくても大きくても、大きくなるとですね、葉っぱが大きくなるとやっぱりどうしても花が咲いてしまうんですよね。ですので花咲く寸前のわりかし大きめのやつ、これをですね、抜き取っていきます。よっ、これしい、もうあちこちにあっからね。でもこれ一箇所見つければ、もうめっちゃあって、ここめっちゃある、すげえいっぱいある、いっぱいあるね。だからこういうのいいんだよね、こういう葉っぱ、わりかしほらぶわーって大きくなってて、まだつぼみの状態のもの、これだと結構ガサ取れるっていう言い方したら変ですけど、こういったものがいいですよね、やっぱり。でこの湯がき方もですね、結構湯がいて干したものをですね、結構わりかし綺麗に色ですね、綺麗に出るんですよ。なので干し方もですね、後でちょっと帰ったらですね、やってみようかなと思います。よいしょ、めっちゃ出てるね、めちゃくちゃ出てる。よいしょ、こっち側やっぱり全部咲いてる。なに、南向きだからね。ほら咲いてますね。結構やっぱり咲いてるものを残していくので、そんなわりかしですね、全部取っていってるわけでもないので。結構特徴としてはこの葉っぱにですね、まだら模様があるんですよ。ほらこんな感じにまだら模様があります。それでですね、
抜くと、まあ、このつぼみの状態で抜くと根元がですねこんな風に白いんですけど、一方ですねこれ表の方がまだら模様になってると思うんですけど、結構裏面はですねこんな風に全然となってないんですよ。ツルツルとしたような感じですね。これが見極めの特徴ですかね。まあ、これですねほぼほぼ間違いようがないんですけども、うわめっちゃ今からほらどんどん出てきますね。これあれですね、ちっちゃいのちびっこ、わこの辺めっちゃ今から出てくる、すげえ出てくる。なので完全にですねもう開いてる、完全に花が咲いているものだとちょっと硬いんですけど、これぐらいの大きさのものを狙ってですね取るといいと思いますね。殺せと。ちなみにこれどうなってるかって見たことあります？ある？これどうなってるかって見たことある？だからこういう風にこれ脱ぐべした、こういう風に脱いで、うん、こういう風に脱いでるから多分今見てる人もそんなに抜いちゃもう出ないんじゃないのと多分思ってると思うのよ。取りすぎとか、うん、違うのよ、うん、これ球根なの。球根、球根なの、うん、ポテト球根ついてるの、ポテト球根ついてるの、うん、多分多分っていうか球根だからほらこういう風に、あ、本当だ、でっかいね、うん、でしょ。だからこれ脱いでも入れくんのよ、まだ次の年球根なのよ。片栗、こういうのって硬いのかな、出たばっかりのやつ。いや、ですね、そうそう、抜いた時に球根も一緒にですねこんな風に取れてくるっていうことがないので、万が一ですよ取れてきた場合は球根だけこんな風にですね返してやって、こっちの葉っぱの方だけ持ち帰るといいですので。すごい色綺麗だもんね。綺麗だね、名人やるやつ綺麗だよね。知り合いの名人、エッチじゃない方、すごい、まあ、紫だもんね、乾物を戻した時にね、うん、つぼみこういう風に出でから取った方がいいのよ。じゃないとほら湯がいた時、うん、これの紫もちょうどほらマーク出るっちゃ、うん、だから葉っぱだけだとよ色合いが悪いから、こういう悪い例だけど、うん、抜いたらこれ出てくるし、あ抜いたらこういうに出てくる、嘘だべ、それ何、今抜いたら出てきたの、ちっちゃいからかな多分、これ取ってこうすればいいんでしょ、うん、埋めてくるとまだ来年でっから、これちっちゃいの抜くと取れんのね、シャネケベ球根だって、知らなかった、こう地下の穴だからこれみょうがみたいなの、うん、一応それ言っておかないと今見てる人取りすぎって結構いいのよ、取りすぎでしょみたいな人いるんだけど、シドゲン時も言われたから、あ、シドゲも取りすぎって、うん、取りすぎと出ねぐなるって、だからそれに反論した動画今年作っかなと思って。シドゲは球根じゃないでしょ、だって球根じゃないけど、うん、シドゲもあれ増やせんのよ、あ、そうなんだ、うん、その必殺技を皆さんに伝授しようかなと思って、今10分ぐらい取ったら15分ぐらいだ、ほらな、これすげえめっちゃでかい袋なんだけど、これに結構取っても400っていうことは何、 40g っていうこと、乾燥させれば 40g、 でもそれは戻すからね、でもせめて 500g ぐらい取ってこう、 500g、 じゃあ取ってきて、ザルさ、片栗をたくさん取って、例えばですねその干す場合ってゼンマイもそうなんですけど、天候との関係ありますよね、例えば雨が続いたり、例えばですねそんな風な湿気があるような時にはですね乾物結構干せないので、干し物できないので、ですねこれ、まあ、ゼンマイはですね、すぐに処理しないとちょっと硬くなってしまうのであれなんですけど、この片栗はですね、3日ぐらい冷蔵庫で持ちますので、濡れた新聞紙に包んで、それからですねそれを普通の新聞紙に包んでやると結構日持ちします。でそれでですね天候を見てですね、そのタイミングで湯がくと結構いい干し物ができますので、その辺もですね工夫しながら湯がくという工程に入っていただければなと思うんですけど、ささっと5分ぐらいで今追加で
もう500アップ多分。はい、はい、どうぞ。あげます。おお、500、600、600ないな。約、まあ500だとして、550だとして、さあこれからですね、ちょっと戻ってこれを湯がいて干すとですね、どれぐらいになるのかというものをですね、ちょっとまたお見せしたいと思うんですけど、さてそれでは戻ります。ということで今ですね、戻って早速ですね、ちょっと湯がきました。これですね、こまめにちょっと湯がいたんですけども、それでですね、だいたい5秒ぐらいさっとでいいです。さっととするとこんな感じになりました。でこれですね、湯がき上がった時に手で絞るとダメなんですよ。ぐちゃぐちゃにちょっとですね、ぐちゃぐちゃになってしまうので、これをですね、玉ねぎ袋かなんかに入れて脱水かけるといいと思います。まあ山菜専用の洗濯機なんかをお持ちの方であればそれでいいと思うんですけど、皆さんないと思いますので、玉ねぎ袋に入れてですね、ぐるぐる回すと水が切れますので、ほりゃすげー水切れてる、ほら見えんもん、すげー切れてる、わーだ、すげー切れた水、よし、ソロ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 いいだろ、よし大丈夫だ。今はですね、ほら手回しで水分を切ったので、これからですね、ちょっと天日干ししていきます。私の場合はこういった網を使ってですね、干していくんですけど、ただ軽トラックの後ろにこんな風に荷台に伸ばしてあげた感じですね。すげえ風強いな、よくイボダケってあると思うんですけど、例えばこんなイボダケあるじゃないですか。このイボダケの両方にですね、こういう風に、紐をつけて吊るし上げて、でですね、こんな風にですね、片栗ってこんな風に咲いて出ますよね。こんな風に出ますよね。それを棒にこういう風にかけるっていう干し方もあります。なので別にですね、あいった網がないといけないかということなんですけど、そんなことはないです。こんな風にですね、うちにあるもの何でもいいので、こんな風に干すことはですね、一応考えてやるのも、この干し方もですね、いろいろ楽しみながらやるのもいいのかななんて思いますけども、こういう風に干すんだと思うよ。そういう風に干すと乾いた時にパリパリ取れるでしょっていうの、崩れるでしょっていう。名人こうやってやってんだよ、エッチじゃない方。それぞれ楽しむんでしょ。別に絶対名人の言うほどきが慣れてもないでしょ。もうこれちなみにチュ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 って縮こまってって、これチュ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 って縮んでって、ほらスポンって落ちていく感じで、あーって見つかった時ダメな。今春風強いから、でもそういうのも気をつけないといけない。こうやるってことでしょ。こういう風にぶら下げる方式だと飛んでいかないっていうことでしょ。これだとよ、だってチュ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 ってこう縮んでってよ、下さポトンと。例えばさ、こうやってさ乾いてからパリ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 ってボロボロってなったらどうすんの。どっちの干し台がいいかっていうのも、でもこれは乾きやすいかもしれないね。ダメだって、下さボドボド落ちていくよ。これだとだから落ちないってことでしょ。芯から下まで水がポトポトと落ちていくけど、うん、これだとならないってか。じゃあ手伝ってよ。はい、はい、ということでですね、今ずらーっと並べ終わりました。これでだいたいですね、2日3日ぐらい、天候がですね続けば2日3日ぐらいですね。で夜はですね、このままの状態だとちょっとまずいので、雨が当たらないところ、お庭先のですね、出足なんかに入れるといいかなと思います。さあこれでですね、3日後という映像は今回ありません。干すまでの動画になりますので、皆さんぜひ、片栗今時期ですね、片栗見つけたらぜひ。うわーやべ
ふわふわしてる、おりゃふわ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 してる、ブワーって飛んでいくのねよね。な感じでやってきました。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、公式 LINE、 そしてメンバーシップも大募集中です。それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。いや、まだですね、半乾きのものがあるので、あと1日ぐらい天日干しにするといいかなというふうな感じですね。これで2日間の状態でほぼほぼ完成です。山から取ってきた片栗をですね、一旦湯がいて干すとこんな感じになります。あとはですね、袋にしまっておくような感じなんですけども、乾燥剤とか入れた方がいいのかなと思うんですけど、食べるときはこれをですね、水で戻して煮浸しやら酢の物やらでいただくと美味しいです。ぜひ皆さんもお試しください。